ジェームズ・ウィールソン、ジェームズ・ウィールソン、ジェームズ・ウィールソン、1742年9月14日から1798年8月21日は、アメリカ合衆国の法律家、政治家である。アメリカ独立宣言の署名者であり、大陸会議の代議員には2度選ばれ、アメリカ合衆国憲法の総合作成の中心人物であり、法学理論の指導的存在であったので、 ジョージ・ワシントンが指名した合衆国最高裁判所判事の最初の6人にっていた。アメリカ建国時の功績の割にはあまり歴史の表に出てこないアメリカ合衆国建国の父である。ウィルソンはスコットランドの東部、ファイフ州、ケレス郡にあるカースカードで長老派教会員で農業を営む家庭の子供7人の一人として生まれた。セントアンドルーズ大学。 エディンバラ大学及びグラスゴー大学で学んだ。父親の死のために卒業はできず、1765年にアメリカに渡ってすぐにフィラデルフィアカレッジの巡行士にな。紹介状を持ってフィラデルフィアに到着した後、ジョンディキンソンの法律事務所で法律助手としての仕事を得た。この事務所で法律関連の仕事を多く学んだ。法律助手としての数年後、 法廷弁護士の試験に受かり、フィラデルフィアの法廷弁護士と認められた。ペンシルベニアのレディングで実習を始め、続いて、ハリスバーグの西にある小さな村、カーライルで働いた。当時の法律家の中でも傑出した存在となり、憲法を作った者たちでは最も学識があったと認められている。1787年にフィラデルフィアで開催された、 憲法制定会議で大議員を産むた仲間の一人が、ウィルソンのことを次のように評価した。政府について特に研究したようであり、世界のあらゆる政治制度について詳細にしており、また古代ギリシャから現在までの全ての革命の理由と効果をたどることができる。ウィルソンは1774年に独立を支持する立場をとり、植民地に対するイギリスの議会の権限を否定する。 小冊子、イギリス議会の立法権に関する本質と範囲についての考察を出版した。同じ年のトマス・ジェファーソンやジョン・アダムズの影響力ある作品と同等であると学者たちはみなしているが、実際に執筆されたのは1768年のことであり、おそらくはイギリスの支配に対して構築された最初の説得力ある議論であろう。1775年には、 第4アソシエーターズ大隊の大佐となり後に、アメリカ大陸兵の順勝に上った。ウィルソンは1776年の大陸会議大議員として、独立を固く推奨するものとなり、仲間の大議員から好意的に見られる人目を引く存在となった。しかしペンシルベニアではこの問題について一件が分かれており、住民の意思に反してまで突き進むことを望まなかったので投票を拒否した。 民衆の多くの反応を得て、初めて独立に賛成票を投じた。大陸会議に参加している時に、先住民族に関する政策の立案では明らかに指導的な存在であった。もしインディアン問題に関してその取った立場と委員会に参加した回数を指標とするならば、会議と辺境の種族との関係を支配する概要を設定することで、 彼が1777年に会議を去るまでは、最も活動的かつ影響力ある一人の大議員であった。ウィルソンは1776年6月から、ジョン・アダムズ、トマス・ジェファーソン、ジョン・ラトリッチ及びロバート・リビングストンと共に、スパイ委員会で活動した。委員会では反逆罪を定義した。1779年10月4日、 ウィルソン砦の暴動が始まった。その前の3年間でひどくなっていたインフレーション、貧窮及び食料を不足に反応して価格規制を支持しフィラデルフィアの保守的指導者に反する民兵隊が三番街とウォールナットストリートの角にあるウィルソンの家まで行進した。群衆を恐れたウィルソンとその仲間35人は家の前にバリケードを築き、これがウィルソン砦と。 あだなされるようになった。結果として起きた短い戦闘で5名の兵士が死に、17ない死19名が負傷した。ジョセフリードに率いられた死の兵隊、軽装騎兵とベイラーの第三大陸軽装騎兵隊が間に入って、ウィルソンやその仲間を救出した。1779年、ウィルソンはフランスに対する法務官の職を引き受け、1783年まで、 その職にあった。ウィルソンが残したアメリカでも最も長く続く業績は、1787年、妻の死から1年後のアメリカ合衆国憲法草案を最初に作った、詳細委員会の一員となった時のことである。ウィルソンは、上院議員と大統領は民衆に選ばれるべきと思った。また、下院議員と選挙人の定数を決めるときに、囚人口に、 奴隷人口の5分の3を加算する5分の3妥協案も提案した。ジェームズ・マディソンと共に、おそらく政治経済の研究では憲法総合起案者の中でも最も精通したものであった。国と州が存在する二重統治権の中心的な問題をはっきり理解しており、アメリカ合衆国のほとんど限りない未来について理想像を描いていた。ウィルソンは、 憲法制定会議で168回演説した。会議中のウィルソンの働きぶりを目撃した、ベンジャミン・ラッシュ博士は、ウィソンの心を、明かりの炎と呼んだ。ウィルソンは、最終的な憲法を施された必要とされる、妥協の、あらゆる部分に同意できたわけではなかったが、ペンシルベニア州の批准会議では、それを受け入れる2番目の州、デラウェア州は1番目になるべく導き、 憲法の採択のために懸命に努力した。1786年10月6日に周議事堂で行ったウィルソンの演説は地域的にも国全体でも批准をめぐる議論の条件を設定するために特に重要なもの取られてきた。また後には1776年ペンシルベニア憲法を書き直す際に提唱者となり新憲法に賛成する集団を引き、ウィリアム・フィンドリー 県政党の指導者と合意を成立させ、それまでのペンシルベニアの政治で特徴的だった党派的感情を制限できた。1790年にはフィラデルフィアカレッジで法律の講義を始め、アメリカの学術機関では二度目、その中では法律の訓練の実習的な事項をほとんど無視した。教養ある同時大臣と同様に法律の学術的研究は、 単に専門家に至る助曲としてよりも、一般教養教育の一分野であると見ていた。ウィルソンの最初の講義は1791年4月に、中断され、巡回される最高裁判所の判事の仕事に就いた。2回目の講義は1791年、遅くあるいは1792年早くに始まったが、この時までに、フィラデルフィアレッジは、ペンシルベニア大学に統合されていた。 記録に残されていない時点で途絶え再開されることはなかった。最初の講義を除いて、ウィルソンの存命中は出版されず、その死後の1804年に息子のバード・ウィルソンが出版した。フィラデルフィア大学ロースクールは公式の起源を、ウィルソンの講義に置いている。ウィルソンの晩年は、失敗が目立った。土地に投棄して重い負債を背負った。特に注目すべきは、 テオフィロスカジノーブと組んだ時の失敗だった。ウィルソンは、小学の不災のために、バーリントンで短期間収監された。息子が不災を払ったが、ウィルソンは、他の債権者から逃れるために、ノースカロライナ州に移動した。そこでも、また短期間収監され、それにもかかわらず、巡回判事になった。1798年、マラリアの発作を患らい、 その後のースカロライナ州イーデントンの友人を訪れている時に卒中で死んだ。イーデントンに近いプランテーションのジョンストン墓地に埋葬されたが1906年にフィラデルフィアにあるクライストチャーチ墓地に移送された。歴史家のチャールズ・ページ・スミスは次のように語っている。上にも述べた抗議の中でウィルソンはアメリカでも初期の法哲学者として 当時の最高裁で問題とされた事項に関する意見の中で示唆する思考法の詳細を残した。実際に講義を行うことの適切さを正当化する議論に時間を割くことから講義を始めざるを得ないように感じた。しかし学生たちには私がこの席から私の感情を吐露するとき、それは正直な感情であるべきである。私がベンチから感情を吐露するとき、 それはそれ以上のものではない。どちらの場所においても私が支持するつもりならその申し立てを完全なものにすべきろう。どちらの場所においてもどちらも支持できないならばその申し立てを絶対確実なものにしてはならないだろう。このことと共に当時の最も重要な問題を取り上げ、新しい国を作り上げるための革命の原則に基づいて活動している。 我々自身が考え行動したこれらの原則を子供たちに教えてはならないのだろう。子供たちの優しい心に最も格好として作り上げられた我々自身の行動に反する理論を特にそれが作り上げられていなければ教え込むべきだろうか信じるように教えられてきた原則や尊敬いるように教えられてきた人々を非難するという恐ろしい。 ジレンマに対して我々はそれを軽減すべきだろうか。これが学術的な問題ではないことは初期の最高裁判断の多くをざっと見ても明らかになる。おそらくここではアメリカの歴史の中でも最も重要な判決の一つであるシザム対ジョージア州事 2US419 に,におけるウィルソン判事の意見を引用するのが最善の方法である。これは その重要さで通常にはない事例である。当事者の片方は州であって、確かに尊敬に値し、主権を有するものである。判断されるべき問題は、この尊敬されその主張が高いところにある州が、アメリカ合衆国最高裁判所の司法権に従うかいうことである。この問題はそれ自体重要であり、さらに重要な他のものに依存することになる。またおそらく、一国を形成する。 合衆国人民になすよりも、求心的ではないものに、究極は決着される可能性がある。この問題に対する答えに至るために、アメリカ合衆国の基礎を作った一人としての、ウィルソンは、アメリカ合衆国の憲法と政府と法律の原則、及びそれらが作られた、共和国とイギリスの憲法政府と法律の間の違いという、問題について、法を考えるものが、 はっきりと心の中で判断しなければならないことを知っていた。ウィルソンはアメリカの事情が実質的に優れている考えていることをはっきりさせた。その思想については会社法、刑法、証拠、地方自治体法、保安官、アメリカ合衆国憲法及び財産法を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。